皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。俳優の二階堂ふみが主演、チェ・ジョンヒョプが共演する t b s 系火曜ドラマ、I love you 毎週火曜50時の最終回が26日に放送され、物語がクライマックスを迎えた。撮影現場より、二階堂ふみかけるジョンヒョプ、涙のクランクアップ。最終回は、テオ、チェ・ジョンヒョプ、 思って別れを告げたユリ二階堂を踏みだったが、その矢先に優リとテオは事故に遭ってしまう。優リは絵本の結末にあるように、二人が一緒にいると不幸なことが起こるかもしれないと思い。そんな中、テオはある重大な決断を下すことに。一方、別れの悲しみを振り払うように、仕事に打ち込む優リを心配した花岡、中川大使、戸真広、山下瑞月、 が二人のたために動き出すというストーリーリだった物語終盤、ユリのテレパス能力をなくすため、ユーリとテオが33秒間目を合わせる。これまでの思い出が改装され、もう少しで33秒が経つというところでテオが、やっぱり嫌ですと目線をそらしてしまう。なんでと困惑するユーリに、テオは本当の思いを伝える。 テレパス能力をなくさないでください。僕が好きになったのはそのまんまの優リさんです。そのままの優リさんとずっと一緒にいたいです。僕は心の声が聞こえないけど優リさんの気持ちわかります。全部はわからないかもしれないけど優リさんの気持ちいっぱい分かりたいです。大丈夫です。僕たちなら大丈夫です。 これまでテレパス能力にコンプレックスを抱いていたユーリの呪縛を解く温かい言葉だった。ユーリが、テオくん、愛してる、と涙ながらに愛を伝えると、テオも、僕も、愛してる、と韓国語で返す。そして感動的なキスシーンが書かれた。視聴者からは、最高の最終回でした。1時間があっという間、第5級、続編希望です。テオくん、最高の彼氏。 涙が止まりまりせん。もうジョンヒョプロスです。これ以上ない結末だったと思います。などの声が寄せられている。同作は、目が合うと相手の心の声が聞こえてしまう。テレパスの能力を持つ主人公、ユリ、二階堂ふみ、と、超ピュアな年下韓国人留学生ユンテオ、チェ・ジョンヒョプの恋模様を愛とユーモアたっぷりのオリジナル脚本で書くファンタジックラブストーリー。 本日3月26日に最終回を迎えたドラマ I love you より二階堂ふみとチェジョンヒョクのクランクアップ時の写真が到着二人が撮影現場で語ったコメントも公開された目が合った相手の心の声が聞こえてしまうテレパス能力を持つ女性ユリを主人公とする本作相手の本音が聞こえてしまうため長い間恋を諦めていたゆリと ストレートに思いを伝える年下の韓国人留学生ユン・テオの恋模様が描かれる。二階堂が優リ、チェ・ジョンヒョプがテオを演じた。約4ヶ月にわたって行われた撮影はユン・テオの家の屋上でクランクアップ。第1話で彼が初登場した象徴的な場所で行われた最後の撮影は、テレパスの能力をなくすために優リとテオが33秒目を合わせるシーンで終了。 安堵の表情を見せる二階堂は目に涙をためてこの作品が大好きで現場に来るのが毎日楽しくてお芝居するのが本当に楽しかったですそしてこのドラマを何倍も魅力的にしてくれたのはテオさんだなと思っていました周りの方からいいドラマだねと言ってもらえるたびに素晴らしいチームの皆さんと作っているんだよと心から思っていました 素晴らしい現場をありがとうございました。サランヘヨ、と感謝のコメント。チェ・ジョンヒョクも涙を見せつつ、ドラマを楽しく見てくださって本当にありがとうございました。カムサハムニダ、と万感の思いを伝える。一足先に撮影を終えていた、ドルチェ・ショコラ。メンバーである西名飛鳥役のナルミユイ、相原小太郎役の現世総一もサプライズで駆けつけ、クランクアップを見届けた。 全10話が TBSK で放送された火曜ドラマ「ILOVEYOU」は山下るが脚本を手掛け岡本慎吾福田良介加藤明子が演出を担当 t v e r t b s フリー、u n e x t p a r コーナーでは通常の見逃し配信とともに「テオの心の声」の字幕が付いたスペシャルバージョンを配信しているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。